皆さんこんにちは。スポーツクラブジャイピンターテラワンの伊藤君です。今回はボディーコンバット95番の実況解説を行っていきます。よろしくお願いします。今回7月3日からジャイピンターテラワンでは新曲を行っていきます。ボディーコンバット95番では3つのポイントがございます。まず1つ目、ハイエナジーです。全体を通して非常にエナジーレベルの高い構成となっております。世界最先端フィットネスクラスであるボディーコンバットをですね、今回も体験していただければと思います。2つ目、さまざまな格闘技の融合です。今回のコンバットトラックではカンフー、キックボクシング、空手、テコンドー、カポエラ、そしてメイタイですね、さまざまな格闘技の要素がふんだんに盛り込まれております。懐かしいクローの動きも入ってきますので、懐かしさを楽しみつつ新しいコンビネーションを体験してクラスを楽しんでいただければと思います。そして3つ目です。レッグコンディショニング、下半身のコンディショニング、トレーニング、ここにフォーカスされた内容でございます。前回のナンバー同様、じわじわ下半身を強化することができますので、ここ皆さんもチャレンジしてみてください。さあ、それでは今回動きを確認していきましょう。まず1つ目です。コンバット1、カンフーの動きで出てくるクローです。クローはまずコンバットスタンス、前の手はカンフー、後ろの手を伸ばして爪を立ててこの姿勢を作ります。ここから相手の顔を引っ掻くように腕を振り下ろします。手をセットし爪を立て、相手の顔や首を狙って引っ掻きます。イメージはボールを投げるように体を使うことです。手を出したら体をひねる、上半身をひねるように体を使っていきましょう。もう一つのポイントは肘を伸ばすことです。肘を遠くへ伸ばして相手の顔を豪快に引っ掻いていきます。そしてコンビネーションではクローとラウンドハウスキックが組み合わさります。一回で蹴る、ここのポイントは重心移動です。クローでは前の足に体重が乗っています。この状態から後ろの足に体重を乗せ替えキック、軸足でバランスをとってします。前から後ろ、前から後ろ、この重心移動を意識しましょう。2つ目のポイントです。コンバット2、4曲目で出てくるテコンドー、フロントキック2つ、これを解説します。フロントキックを前に2つ、後ろの足で打ちます。コンバットスタンスから1、2、1、1、後ろ足は蹴った後前の足を横に置いてもう一度蹴る、これで大丈夫です。一個一個大きくではなく少し小さいところから蹴って蹴って戻っていきます。これが発展すると2段階で高さを持っています。膝、お腹、お腹、これを覚えておいてください。
最終的にはギアが上がると両足でジャンプしてお腹へ行きます。ワン。この動きを覚えてあげてください。そして最後3つ目の動きですね、ムエタイでのフライオプッシュ、そしてプッシュキックです。ムエタイガードから手を後ろへ引いて前に押し込みます。そして前にしてプッシュキック、これがコンビネーションです。このフライオプッシュとプッシュキックはイメージは目の前の敵を剥がすことです。目の前にいる敵をまずはプッシュで押してちょっと離します。そしてこの空いたスペースで膝を引き上げ、さらに遠くへ相手を飛ばします。離す、飛ばす、これがこのコンビネーションの最大の特徴です。フライオプッシュでは腕だけの力で押すのではなく、肘を斜め下から引いて横に広げ押すことで胸の筋肉を使ってより強く早く押すことができます。プッシュキックでは膝を引き上げ相手のお腹へお尻を押し込むように蹴ります。このコンビネーションで力強く相手を飛ばしていきましょう。それでは以上で今回のボディーコンバット90コマンの解説を終了にしたいと思います。今回もなかなかハードなクラスが待っているかなとは思いますが、自分のフィットネスレベルを高めに引き上げてくれる内容になっておりますし、もちろん初めて、参加される方や、まだ慣れてないよっていう方にもぜひこの新期間をチャレンジしていただきたいと思います。4週間全く同じ振りをするので、ここで、コンバットの動きを身につけてミックスの期間に入った時に、動きやすく、そして効果を感じながら楽しくできるように、今回の新曲期間を有意義なものにしていただければなと思います。それで JOYBEAT01 では7月3日月曜日から、早速ボディーコンバットの新曲が始まりますので、皆さんご来館お待ちしております。